ケモケです。シラミネです。前回の動画では、アマミフロートでフィネガンさんを倒して、ユウイチ君を助け出しました。その後、シックスが怒って帰ったり、アール君の ID が消されたりした。まずは、シックス君を連れ戻しに行きましょう。やっぱりいるんじゃない。まったく世話が焼けるわね。しー、そんなこと言ったらまたシックス君怒っちゃうじゃない。ここは静かに行かなきゃダメよ。シックス君、こんにちは。勝手にお邪魔しちゃったけど。勝手に入ったようです。戸締まりしてないのかな。ひょっとしてまだアマミフロートのこと怒ってんのかな。シックス君が怒りたくなる気持ちもわからなくはないけど、だけどね、今スプーキーズは大変なことになってるの。彼の ID が消されちゃって。だからさ、今は怒りたいところをぐっとこらえて戻ってきてくれないかな。お願い、シックス君の力が必要なの。これだけ頼んでもダメかな。反応がないですね。聞こえてない。全然話を聞いてないんじゃない。やっぱこういうのはガツンと行かなきゃダメなのよ。ネミッサさんがガツンと行くようです。シックスは別にガツンと言われることはしてないけど、トモコちゃんと同じ状況ですね。魂抜けてる。これって一体、様子がまるでトモコちゃんの時みたい。やっぱりそうよ。この画面、パラダイム X にアクセスしたまま。これって何やってたんだろう。わかんないかな。この画面は 3D のちょっと古い洋風の部屋、古ぼけた洋館。そういえばパラダイム X の映画館で聞いたわよね。シックス君がやっていたのは、やっているのはきっと VR ホラーハウスよ。次の舞台はホラーハウスですね。まあいいわ。ホラー系は苦手なんだけど。さっさと片付けちゃうわよ。そうもいかないわ。なんでよ。だって ID がないんですもの。これじゃパラダイム X に入れない。どうしよう、急がないと。シックス君、あっと、とにかくシックス君の様子をみんなに伝えないと。出ましょう。一度アジトに戻りましょう。 ID をどうにかしないと。なんだって、シックスが、どういうことだ。悪魔に魂を抜かれちゃったのよ。それで、まさか最近流行している奇病か。奇病？何の話だ。噂で聞いたんだが、最近奄美市の至る所でシックスと同じ症状の患者が出ているらしい。病気として扱われているようです。悪魔の存在を知らなければそうなるよね。だってあれは悪魔が。どういうこと。ともかく僕たちもシックスの様子を見に行こう。君とひとみちゃんは今のうちに EL115 に向かってくれ。 EL115? あのレティキュリアのですか。 ID の件だよ。僕としたことが強力な助っ人を忘れていた。こういうトラブルは彼らに任せるのが一番だろう。そろそろできてるはずだ。できてるはずって、まさか ID の偽造を。ランチが言ったろ、この町じゃそれが誰かより何番かの方が重要なのさ。後の詳しい話は彼らから聞いてくれ。それじゃ行くぞ。ランチ、名前とか番号とか今の人間って表面しか気にしないのね。なんだかバカみたい。仕方ないのよ。
大勢の人がいるんだから。さあ、私たちは EL115 に急ぎましょう。 EL115 へ向かいましょう。おや、外で何かあったみたい。やっぱり聞こえる。ちょっと外出ようよ。知らねえって言ってんだろ。知らないはずはない。あの部屋に入れるのはお前と私だけだ。持ち出したのだろ。ランチさんがお父さんと揉めていますね。どうしたの？どういう状況だろう。シックスのところに行ったんじゃなかったの？ん？ああ。外にランチの親父さんが待ち構えていてな。勤め先の工場で作った試作チップがなくなったんだそうだ。試作チップ。試作なんだか見覚えがありますね。もしかしてランチさんが前に持ってきた。やっぱりそういうことか。てめえのものならてめえだけで探しゃいいだろう。邪魔をするな。先に行くぜリーダー。おいランチ待つんだ。しょうがないな。ランチさん行っちゃいましたね。お父さん、なんだか気の毒。純之助に間違いなさそうだな。ランチ、パパさんにはやたら冷たいのね。いつもはそうでもないのに。あの子には恨まれてましてね。まあ仕方ありません。ところでお嬢さん、純之助がチップをどうしたかご存知ありませんか？そういえば初めて見た時何かと交換してたけど、クリなんとかってやつと。クリプトですか？そうですか。まあそれなら、では私も失礼します。さようなら。試作チップは回収しなくてもいいのですかね。おじさんかわいそうだね。あれ、誰かメールを開きっぱなしにしてるよ。VR パークのコードが入手できましたね。何これ。 VR パークが閉園となった後、このコードがあれば中に入ることができるようになります。ここにもストーリーとは関係ないボスがいるので覚えておきましょう。奄美バイパスみたいなものかな。そんなところです。あ、そっか、君の ID 消されてたから。コードは PK0930PX か。覚えとくわね。いろいろありましたが、私たちは EL115 へ向かいましょう。忘れそうになってた。あら、かわいそうな僕ちゃん。ID を消されたんですって？まったく情けないね。ID を消されるようなヘマをしでかすようじゃ、ハッカーとは言えないね。ハッカーとしてというより、正面から勝ち込み続けた結果という方が正しいです。こうやってハッカーとしての箔がついてくるじゃない。それは三流のやつよ。私たちは尻尾もつかませないじゃない。で、何か ID を削除されるようなことをした心当たりはあるのかい？心当たりしかありません。心当たり、そうだね。ないわけじゃないんですけど。それにしても、これはよっぽどのことだね。あんたたち、これからは気をつけるんだよ。とにかく、これを持っておいき。レティキュリアンの特製偽造 ID だよ。そいつは特別な ID でね、この町の大抵のコードを通れるようにできてる。前にお役所のデータをハックした時に見つけた奄美市の特権 ID を偽造したもんさ。いわばネット時代の殺しのライセンス。どんな悪いことをしてもお咎めなしの ID よ。本当はこんなのが存在するってこと自体がおかしいんだけどね。こんなのがあるってこともあんたたちが追っかけてる山と関係があるのかもしれないね。で、本当なら100万円も欲しいところだけど、可愛い弟と妹のためだ。特別にタダで譲ってあげるよ。いい人たちです。頼りになる。ありがとうございます。電子マネーとかもそのまま使えるようにしといたから安心しな。それじゃあ行ってきな。ヘマするんじゃないよ。新しい ID ができたので、ホラーハウスへ向かう前に準備をしましょう。
武器に関しては変更の必要は薄いよね。銃などは多少買い替えることもありますが、おおむねその通りです。今回は防具の買い替えに関してですね。というのも、ホラーハウスは自殺攻撃をしてくる敵が多いです。そして R 君が自殺攻撃を食らうと一撃でゲームオーバーとなります。相変わらずエグいですので、これ以降は自殺無効以上の装備を二人には装備してもらいます。ハマはいいの？ハマは、ハマ弱点の装備をしなければ、人間には基本無効なので問題ないです。二人ともすでに、自殺無効のコテを装備しているので、問題ないですね。準備万端。できるわね。早く VR ホラーハウスへ行きましょう。相手が悪魔ならシックス君が心配だわ。行くよ。サスペンスの洋館 VR ホラーハウスを楽しんでね。ホラーハウスへ突入です。シックスはどこかな？バーチャルホラーハウスへようこそ。あなたも人の心の暗闇を覗きに来たのですかな。誰の心の中にもある忘れられた記憶。しかし時としてそんな記憶には魔がつくもの。魔に疲れた記憶は心の陰で大きく育ち、やがて悪魔を生むのです。そんなバカなと笑っておられるかな。いやいや、これがどうして。本来魔とは心の中に住むものなのです。その証拠に、そう、この館にもそんな悪魔が出てきてしまいました。恐ろしいことです。今回悪魔を生んでしまったのはある少年です。まあ仮に A 君としておきましょう。 A 君から生まれた悪魔は巧みに姿を変え、この館に潜んでおりましたが、ついに彼を捕らえてしまいました。ああ、哀れな A 君は何もできずに、このまま悪魔に魂を奪われてしまうのでしょうか。それでは A 君の記憶の世界へ。いつまでも A 君と呼んでいるのも味気ないですね。では仮に彼の名前を慎吾君としておきましょうか。ねえ、慎吾って確か。あなたのお友達と同じ名前ですと？さあ、それは世の中には同じ名前の人間など吐いて捨てるほどおりますから。さあ、中へどうぞ。もしもあなたがかなりのお人よしで、慎吾君を助けたいなどと思っておられるのなら、この館にある記憶の部屋をお探しなさい。私に教えられるのは一つのヒントだけです。記憶に宿る音。いいですか、音をお探しなさい。前説の時点でどんな流れしか見えませんね。人の記憶を覗くとか悪趣味。今度はお姉ちゃんのご本を読んであげる。シンゴ、楽しい？お姉ちゃんとずっと一緒に遊んでようね。うん、お姉ちゃん、僕ずっとお姉ちゃんと一緒に遊ぶんだ。
さて、この VR ホラーハウスですが、ホラーというだけあって、ダーク系悪魔が多く出現します。ホラー系の基本、ダーク系は通常会話では仲間になりませんが、ガンプにダークマンをインストールしているので仲間にできます。ダークマンと薬太郎、ジャンプトークンは手放せない。ですので、ここでは適度に仲間を増やしつつ攻略していきます。ユダの仲間では辛い。ユダさんの仲間だとちょっと力不足ですね。見れたんだけど、部屋は本当はもう一つあるらしいんだ。どうやったらその部屋に入れるんだ。受付のお姉さんもクリアの仕方についても何も言ってなかったしな。ストーリーの部屋をまずは探しましょうか。3つあるって言ってたね。力を与えるでしょう。まずは一つ目のストーリーですね。何があるのかな。シンゴ、もう寝る時間だよ。ベッドに入らなきゃ。お姉ちゃん、僕怖いよ。窓の外、お化けがいるんじゃない。ほら、今何か動いたよ。いい子にしてないと本当にお化けが来ちゃうよ。さあ、もう寝よ。お待ちしておりました。ここから
先は少年の心に触れることのできる部屋へ続く記憶の回廊。あとは、おっと、これは失礼しました。あなた自身でお確かめください。記憶に宿る音はきっとあの鏡に再び力を与えるでしょう。これをお忘れなく。力を与えるでしょう。今度は2番目の記憶を目指しましょう。今度はどんな思い出かな。力を与えるでしょう。これをお忘れなく。ああ、お兄ちゃんたちまた来たの？ダメだよ、勝手にここに入っちゃ。ここは僕とお姉ちゃんの秘密基地なんだから。どうする？なんとかこの子を連れてかないと。どうしたの？僕を連れてくの？どこに？やだよ、
です。ここから出たくないよ。そうなんだ。お兄ちゃんたちは悪い人なんだ。僕を連れてくなんて。やだよ。僕行きたくないよ。お姉ちゃん助けて。何よ、シンゴ。また騒いでんの？おとなしくしてないと小人のルゲイヤがやってきて、あなたの目を見えなくしちゃうわよ。ここの悪魔はルゲイヤですね。これで2回目。もしかしてシンゴを連れて行くつもりなの？大丈夫よシンゴ。お姉ちゃんがこの人たちからあなたを逃がしてあげるから。ようこそ記憶の部屋へ。あなたは過去や未来へ行ける扉があるとしたらどちらへ行きますか？きっと大半の人は過去へ行くでしょう。そしてもう一度あの時あの場所からやり直せる扉に手をかけるでしょう。正面が開けた扉の向こうには一体何が待っているのでしょうか。その答えの鍵はひょっとしたらあなたなのかもしれません。それではこの辺で。過去への扉の開演です。記憶に宿る音はきっとあの鏡に再び力を与えるでしょう。3番目の記憶ですね。ここがラスト。それではそろそろ今回呼び出す仲間を見ていきましょう。まずはシュアンナさん、次にビフロンスさん、3番目はヨモツイクサさん、最後はニジャムシ様さんです。全部ホラーハウスに出てくる悪魔が今回も適当にスカウトした仲間でいきます。
を泣いてるの、シンゴ？この声は、あの女の子？今回は姿が見えませんね。そんなに泣いてばかり。どこから会話してるんだろう。お化けのバグスがやってきて、あなたを連れてくわよ。ごめんね、お姉ちゃん。僕、お姉ちゃんの人形。違う。僕が落としたの。お人形じゃないんだ。僕がふざけて押したから。お姉ちゃんは階段から。なんで？ごめんなさい、お姉ちゃん。もういいんだよ。だってお姉ちゃん。死なない体になれたんだから。さあ、行こう。ここにはあなたを捕まえようとしてる怖い人たちがいるから。これでバグスも解放されました。3体ともボス戦で出てくる。お兄ちゃんたち、何か聞こえない？ねえねえ、僕、この曲どこかで聞いたことあるよ。そうだ、そうだよ。この曲は、お姉ちゃんが大好きだった曲。僕、忘れてなんかいないよ。さて、最後の部屋ですね。ここにシックスがいるのかな。
強がって見せても本当は怖がりで寂しがりで、でもここにエリカといればもうそんな無理する必要もないじゃない。誰？あなたたち、シンゴを取り戻しに来た人ね。でもダメだよ、シンゴは渡さない。シンゴは一生ここにいるの。どうしよう、確かに幽霊かもしれないけど、この女の子はシックス君のお姉さん。違うわよ、この子はそんなのじゃない。私にはわかるわ、この子は作られた霊、心の中に住んでいた思いが姿を変えた魔。それってここの案内の人が言ってた。シックスの心にあった思い出がこの世界で悪魔に姿を変えて現れた。あなたたちがここで消えてしまえば、シンゴは私のとこにいる。シンゴ、あなたはここにいてね。お姉ちゃん、あなたを守るから。あんたたちなんかに、シンゴは渡さないんだから。来なさい、夜の魔物たち。ゴッキー、ルゲイエ、バグス。よく来たね、みんな。ゴッキー、ルゲイエ、バグス。ゴッキーはあいつらを噛み砕いて、ルゲイエはあいつらの目を奪うの。バグスは闇で包んでちょうだい。さあ、行くよ。シンゴは渡さないから。エリカちゃんとの戦闘です。ゴッキー、ルゲイエ、バグスは召喚された。ちなみにこの3体は召喚に失敗した場合、寂しそうなエリカちゃんが見れます。何それかわいい。さて、エリカちゃんとの戦闘ですが、ここでも R 君のエンペラーソードがメインアタッカーとなります。やはり物理で殴るんだね。ですので R 君で殴り、ネミッサさんで回復しながら、他は適当に遊んでいましょう。仲間の意味は今回もデコイです。ひどい。
シックス君を解放しました。目が覚めたみたいだね。忘れて、あんなひどいことをしたのは俺だったのに。ねえシックス君、聞こえる？誰？お姉さんはもう本当の世界にはいないけど、あなたの心の中にはいるんでしょ？だけど姉さんは、さっきのお姉さんはあんなに怖かったけど、それはあなたの心が作った間違った姿。ヤンデレっぽかったですね。いつまでなくていいの？間違った姿だったんだ。時々思い出してあげればきっと本当のお姉さんの姿に戻ると思うの。いつもあなたに優しくしてくれた本当のお姉さんの姿に。そうでしょ？そうだよな。俺がもう少し姉さんを、ありがとう。シックス君は現実に戻ったみたいですね。一件落着。うまくいってよかったね。でもなんだか驚いたね。シックス君、そんな辛そうな様子見せたことなかったし。あれ、ひとみちゃんも思い当たることあるの？思い出したくない記憶とか。記憶？私の過去？あれ？ん？どうしたの？わからない。私ごめんなさい。変ね、なんだか急に混乱しちゃって。疲れてるのかな。もうしっかりしてよ。ともかくシックスの様子見に行こう。人も気がついてるはずよ。辛い記憶だった。シックス君、落ち込んでなければいいけど。ひとまず回復してからシックス君の家に行きましょう。直行がしないんだね。いろいろとあるんです。いろいろ。よう、二人とも。なんか心配かけちまったみたいだな。目が覚めた？まったく人騒がせよね。もう大丈夫なの？まだ少し頭がぼーっとな。気がつきゃ目の前にランチの顔だろ。ビビったぜ。ふざけるな。驚いたのはこっちだぜ。意識を失ったり飛び起きたり、まったく慌ただしいやつだ。いや、しかし気がついてよかったよ。このまま死んでしまうんじゃないかとヒヤヒヤしたが、まあ何はともあれ元に戻って何よりだ。それじゃあ僕らはそろそろアジトに戻ろう。シックスはどうする？もう一息ついてからにするよ。なんかダリンだ。まあ無理はするなよ。じゃあね、シックス君。おい、二人とも。ありがとう。え？いや、なんでもない。ただ、そんな気がしたんだ。元気になってよかったですね。落ち着いたみたいだね。お、いいところに帰ってきた。実は今、ランチと例の奇病について話していたんだ。市内の病院をハッキングして分かったんだが、シックスと同じ病状の患者はかなりの数通報されていた。中には突然狂ったように暴れ出した者もいるそうだ。シックスは軽症だったんだろう。調べてみれば患者の全てが直前までパラダイム X をプレイしていたらしい。殺
これもシックスと同じだ。僕はここ最近起きている奇病事件と例のファントムソサエティの計画は何か関係があるような気がするんだ。パラダイム X が奇病の原因なら、奇病事件が発生しているのは奄美市内だけということになる。ファントムがこの町で進めている計画、この町だけで起こっている奇病事件、この組み合わせは偶然だろうか。でもパラダイム X を作ったのはアルゴンソフトですよ。それに、そうよ、シックスやトモコちゃんは悪魔の魂を奪われて。なんだ、外に誰かいるのか。あら、見つかってしまったわね。怪しい人がいますね。失礼。何かのコスプレかな。どちら様でしょうか。こんなトレーラーがアジトとは思いませんでしたわ。探し出すのも苦労しましたもん。私は迷う。目障りなハエを始末するように受けたまわってまいりました。ファントムのダークサマナーのようです。ファントムのサマナーはどれも悪が強すぎ、コンプの形のサックスのギター、メリケンサックや傘と独特すぎますね。パラダイム X の秘密に気づかれるわけにはいきませんか。そういうことです。やはり思った以上に深入りしているようですわね。せっかくだから華々しく爆死していただこうかと思っていましたが、こうなっては仕方ありません。私自らの手で始末させていただきましょう。上等じゃない、望むところだわ。さて、今度はマヨーネさんとの戦闘です。召喚する悪魔やバリエーション豊か。ここでも前回のエリカちゃん同様、 R 君がメインアタッカーとして芝居ていきます。まだ一戦級の強さなんだね。このままラストまで通用します。どうかしらね。目的は必ず
果たすわ。残り時間はあとわずか。間に合うかしら。捨てゼリフを残して倒れました。お約束。おい、なんだよ二人ともすげえな。あんな奴をいつも相手にしていたのか。シックス君、戻ってきたのね。遅くなってすまねえ。ところで、一体何が。おい、あったぞ。燃料タンクの側面だ。何か仕掛けていやがった。なんだそれ。で、それってプラスチック爆弾じゃねえか。マヨーネの言ってた残り時間ってこのことだったのね。くそ、とにかくみんな駐車場の外まで逃げよう。ここは危険だ。急展開ですね。なんというか、いきなりすぎる。見たことのある方だ。俺が解除してやる。何バカ言ってんだ。本物の爆弾なんだぞ。カッコつけて死にてえのか。早く逃げろよ。解体始めんぞ。うわっ、バカやめねえか。よし、全員外で待っててくれ。僕もシックスと残る。おいリーダー、運転は僕に任せろ。それとも解除する自信がないのか。二人とも無理しないで、絶対無事に出てきてください。絶対に。シックス君、本当に大丈夫なのかしら。バントマンもいよいよ本格的に攻めてきた。それだけ俺たちが真実に迫ってきたってことだろう。パラダイム X と奇病か。遅いですね。まさに危機一髪だったよ。解除するんじゃなかったのか。結局止められなくてよ、強引に外して逃げてきちまった。そんなことだと思ったぜ。だがよく戻ったな。お前にしちゃ上出来だ。ヒヤヒヤしたよ。まだローンの残ったトレーラーを爆破されちゃかなわんからな。ひとまずここを離れないか。警察が来ると厄介だ。そうだな、ファントムに知られたのも気になる。とにかくアジトを移動させよう。へえ、ずいぶん広い倉庫ですね。最初の移動先にも考えた場所だ。雄一にも教えないとな。ともかく中に入ろう。雄一へは僕がメールを送っておこう。じゃあ俺はパラダイム X について調べを入れてみる。パラダイム X？ パラダイム X がどうかしたの？俺が説明してやる。こっちに来い。私たちはどうしようか。暴れてる？どういうこと？トモコちゃんが見たって言うんだから人違いじゃないんだろうけど、おじさんがそんなことするわけが。
とにかくアカネモールに行ってみましょう。おじさんを連れ戻さなくちゃ。あのリーダー、私たちアカネモールに行ってきます。わかった。お二人さん、くれぐれも気をつけてな。さて、アクション映画のような展開からようやく一息ついたところで、また新たな問題が発生したようです。今度はアカネモールに行かないと。